20日も空いてる。ようこそレビューラボへ、バッタモンだ。サボっていた理由を面白おかしく言えたらよかったんですとろい、何も思いつかなかったということで、ぬるっとやっていくぞ。今回見てきたのはフライ、あ、ハエ男じゃなくてね。渡り鳥なのに一度も移動したことのないカモの一家がニューイングランドからジャマイカまで旅をするという冒険物語。もう面白い。ちなみに現代のミグレーションっていうのは直訳すると移住って意味なんだが、今回に関しては放題の方がセンスを感じるな。制作はミニオンズ、マリオのイルミネーション、動物性で言ったらペットとかシン。興行的には去年の12月に公開されて、全世界合計で2億8000万ドル、ウィッシュの少し上っていうとそこそこの数字にも見えるけど、こんだけのヒットメーカーの新作としてはちょっと弱い。実際イルミネーション全体で見ると下から2番目の数字だ。まあ他がズバ抜けて稼いでるってのはあるけど。で、実際どうだったのか。めちゃくちゃ面白かった。楽しいぞこの映画。とってもストレートなファミリー映画。カモ一家のみんながすごくいい。横から見ると器用な父親のマック、冒険心の強い母親のパムみたいな表現がされていて、ついにイルミネーションにもポポポポンの魔の手がと思ったんだけど、全然そんなことなくて、単純に子供の教育方針の違いだけなんだよな。安全な巣があって食べ物もあるなら危険を冒して冒険する必要はないって考える父親と、広い世界を見せてあげるべきって母親、普通に家族の物語なんだ。これがディズニーだったら確実にママンが大活躍するだけの映画になるだろう。本当逆の信頼勝ち取ってるよなあの会社。ちなみに渡り鳥って餌とか繁殖目的で移動してるらしいから、暮らしていけるなら移動しないってのは割と理にかなってる。そういうカモのリアルな部分を組み込んでいて、実際にカモの動きも相当研究したらしい。本物をスタジオに連れてきて駐車場で制作人が円になって観察したそうだ。シュール。そこにキャラクター性を加えることで映画として面白く成り立ってる。動物をそのまんまキャラにするの本当にうまいよな。マック役のクメール・ナンジアにもインタビューで言ってるんだけど、この2話がお互いを補い合って困難を乗り越えて惚れ直す物語でもあるんだよ。で、2話の子供たち、ダックスとグウェン。お兄ちゃんの方は母親にで、冒険心にあふれていて外の世界に興味津々。年齢で言うと中高生ぐらいって感じかな。アメリカ映画らしいティーンエイジャー。妹ちゃんの方はまだまだちびっ子、何をやってでも楽しむようなタイプで、この2話の成長物語でもあるんだよ。ラストのダックスがマジでかっこいい。泣けるぞ。グエン役の吹き替えが池村葵ちゃんっていう子役の子なんだけど、あの舞台のスパイファミリーでアーニャやってる人に、めちゃくちゃうまいのよ。びっくりするぐらい、この家族の中で一番キャラにしっくりきた。したったらずな喋り方がすげえうまいんだよな。何よりね、声の通りと張り絵の良さがズバ抜けていい。舞台挨拶の映像も見たんだけど、普通に話していてもよく通る。これは気づいたらアニメ業界にいる可能性あるぞ。何の話だっけ。本編の尺も83分っていう短さでサクッと見れてテンポもいい。旅の途中で出会う鳥たちも個性豊かでみんないいやつ。そんで鳥の視点で見る人間ってのはやっぱり捕食者としての側面が強くなるから、がっつりヴィラン扱いされていて面白い。まあからさまに悪だったり誇張表現なところもあるけど、そのほとんどは人間の日常の一部なんだよな。畜産業者とかね、意外と攻めたブラックユーモアだと思う。まあでも画面は常にポップで色鮮やか、コミカルではちゃめちゃだし、何より一番良かったのはカメラワーク。多分 4D とかで見たら迫力満点。鳥だけあって空を飛んでる場面が多いんだけど、キャラクターを追いかけるような視点ってライド感のある 4D とめちゃくちゃ相性いいんだよな。スターツアーズ的な。まあデューンと重なったからどこもやってないだろうけど、やってたら見てみたかったな。そんでジャマイカまでにいろんな土地に降り立つんだけど、このコロコロ変わる場面が疾走感があって気持ちいい。小さな池から大都会、そして大自然へ。それを彩る音楽もいいんだよ。劇版ね、ジョン・パウエルって人が担当してるんだけど、空中の壮大な感じがよく似合う。っていうのもね、この人俺がめっちゃ好きなシリーズヒックとドラゴンも担当してるのよ。見たことない人いたらおすすめ。サントラだけでも聴いてほしい。こう徐々に上げてく曲調が飛び立つシーンによく似合うんだわ。ちなみに他はボーンシリーズとか X-Men ファイナルデシジョンなんかをやってる。さて、こっからは物語に沿って感想を話していくので、中盤ぐらいまでのネタバレに注意だ。まあそんなに物語がどうこうなる映画じゃないけどね。アメリカ北東部ニューイングランドの小さな池に暮らすカモの一家。父親のマックはここで暮らしていくのが幸せだと信じ、池の外には危険だらけという話を繰り返し子供たちに聞かせていた。2人
そんな時、渡り鳥の群れが池に立ち寄り、ジャマイカまで移動している途中という話を聞くと、母親のパムも2羽の子供たちも興味津々。群れの1羽から一緒に来ないかと誘われるが、マックはそれを断ってしまい、パムたちと喧嘩をしてしまう。鼻声がどうしようもないよこれ。マックは子供たちへの読み聞かせとして池の外に出たカモたちの悲惨な末路って話を定番ネタにしてる。そこにパムが突っ込んでハッピーエンドに修正するってのを毎晩やってるわけなんだが、決して家族仲が悪いわけではないし、現状の生活も楽しんではいる。暮らしに不便はないからな。他の渡り鳥のように常に移動したいってことでもないけど、一度くらいは外の世界を見てみたいとマック以外は思ってるんだ。でここに立ち寄った鳥たちもみんないい人。人？マックはそのことをダンおじさんに相談するが、このまま行けばおじさんのように偏屈独り身の末路を迎えてしまう。そのことに気づくと、早朝からみんなを叩き起こし、ジャマイカへ向かって出発する。そう、これが後の伏線でもあるんだけど、実はマックは本質的にはめちゃくちゃアグレッシブなんだよ。思い立ったらすぐ行動タイプ。ね、このダンおじさんってのは気難しいところもあるけど、子供には激ヤマ。特にグウェンに。おじさんってかおじいちゃんよね。ちなみに吹き替えはロッキー。初めての大皿にはしゃぐ一家だが、すっかり体内コンパスは錆びつき、迷った挙句豪雨に見舞われてしまう。雨宿りをしていると CV 野沢雅子のサギが現れ、食われるかと思いきや助けてもらい、経由地であるニューヨークへと向かう。カモ目線で見るサギ超怖い。常に上から見下ろしてくる映像だから、あいつら普通にちっちゃい鳥食うらしいからな。でこの辺りからの空中シーンが綺麗なんだよ。雲の上を飛んだり、スピード感がすごい。ニューヨークにたどり着いた後も高層ビルの間を縫ったり、初めて見る車とか人を避けながら飛んだり、ここが一番 4D 向き。ニューヨークの公園で鳩集団のリーダーチャンプと出会い、一悶着あったが、パムの機転で気に入られると、ジャマイカへの道を知るオウムデルロイを紹介してくれることに。だが彼は料理人によって捕まり、故郷から連れてこられた鳥だった。マックはデルロイをカゴから自由にするため、シェフの持つ鍵を奪いにキッチンへと侵入する。チャンプは片足のない口の悪い鳩で、小さいんだけど周りの鳩たちをまとめてる。そして物知りかどうかは正直怪しいが、少なくとも交流は広そうなタイプ。余談だけど、リアル鳩の群れのリーダーは飛んでる鳥の中心にいる個体で、平均的な速度のやつらしい。ペースメーカー的な。ここでようやく登場、この映画のヴィランであり人間のキャラクターと言っても、何か喋ったりはしない、うなってるだけ。これもカモ目線だよね。人の言葉とか理解できないから。相変わらずのぶっ飛び体型してるし、それなりに悪人なんだけど、かなり高級そうな店舗でシェフをやれるぐらいには優秀で、私物のヘリまで持ってる超金持ち。マックたちを執拗に追いかけては来るんだけど、人混みを通るときはちゃんと避けるっていう。で仕入れも現生を渡してるせいで、裏取引みたいに描いてるんだけど、いい養鶏場で育てた鳥を高値で買い取ってるだけなんだよな。視点を変えるだけで別物に見えて面白い。まあデルロイの件に関しては普通に犯罪だけどな。ワシントン条約で野生動物の捕獲販売は禁止だし。そんなデルロイはというと、すげえいいやつでテンションも高い。たまにスネ夫が聞こえるほどに。後半で活躍も見せてくれるし、羽が綺麗なんだよ、色鮮やかだ。他にもアヒルのヨガインストラクターグーグーとか、個性的な鳥たちとの出会いを通じて成長していく様と、困難を乗り越えて絆が強まる一家。王道だけどそれがいい。まあそれだけにミニオンズ的なパンチの強さはないけどね。でも俺は好き。あ、ミニオンズといえば同時上映も面白かった。相変わらずわけわかんなくて好き。新作も楽しみだな。さて今回は以上だ。見た人いたら感想を教えてくれ。とりあえず俺はラブライブの 4DX を見に行ってくる。デューンパート2も一応見る予定ではある。まあ1回目を見終わるまでに4回リタイアしてるけど。ではまた会おう。